いつも動画を見ていただきまして本当にありがとうございます。勉強をしていく中でご相談などございましたらお気軽にメールいただければと思います。もちろん無料です。この動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL または私のメールアドレス記載しておきますので、何かご相談ございましたらいつでもお気軽にメールいただければと思います。はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、履行不能について解説いたします。履行不能って何かというと、約束を果たせなくなったこと、約束を果たせなくなること、これが履行不能なんですね。約束っていうのは、まあ、契約した内容、まあ、つまり契約したら何らかの義務が発生しますよね。その義務を果たせなくなったこと、これが履行不能です。これは具体例考えると分かりやすいです。例えば A さんが自己所有の建物を B さんに売却する契約を結びました。で、契約を結んですぐにこの建物を引き渡したらいいけども、例えばですよ、1ヶ月後に引き渡しますよって言った場合、 A さんは1ヶ月後建物を引き渡さなければいけない義務が生じます。つまり A さんは建物の引き渡し債務を持つわけですね。で、まあ、一方で B さんとしては代金を払う債務、代金支払い義務があるんですけども、まあ、今回はこっちは考えないです。とりあえず A さんは建物の引き渡し義務がある、建物の引き渡し債務があるにもかかわらず、この建物が燃えてしまった、火事で燃えてしまってなくなっちゃったといった場合ですね。この場合 A さんはこの建物を引き渡すことできなくなっちゃいますよね。つまり約束を果たせなくなります。これが履行不能なんですよ。これが履行不能です。で、この履行不能の原因が債務者の責めに帰すべき事由、これによって履行不能となった場合、これ言い換えると何かというと、債務者の責任で履行不能となった場合、または債務者の落ち度によって履行不能になった場合、まあ、または債務者の過失によって履行不能になった場合ってイメージしていただいても大丈夫です。例えば A さんがタバコを吸っていて、まあ、タバコの不始末で燃えちゃって建物なくなっちゃったと、まあ、そういった場合、これ債務者である A さんの過失ですよね。 A さんの責任で履行不能になってます。この場合 A さんは損害賠償責任を負わなければなりませんと、まあ、いうような内容になっております。これ言い換えると、これ債務者の責任じゃなくて、例えばここにも書いてあるんですけども、当事者双方の責任じゃない場合、まあ、天災だった場合、例えば大地震が起きちゃってそれで建物がなくなっちゃったといった場合、この場合は売り主は損害賠償責任負いませんので、この点注意しましょう。あくまでも損害賠償責任を負わなければいけない場合っていうのは、債務者の責任によって履行不能になった場合です。ここをまず頭に入れておきましょう。で、続いてちょっと今触れたんですけども、当事者双方の責任じゃない場合、例えば天災ですね。天災っていうのは今言った大地震だったりとか、まあ、津波だったりとか、まあ、そういったものです。そういったものが原因で履行不能になった場合、この場合債務者責任負わないんですけれども、例えば債務者の履行地帯中に天災が起きて履行不能になったと、例えば引き渡し期日1ヶ月後にしてましたよね。契約をして1ヶ月後に引き渡しますって言ってたんですけども、1ヶ月後引き渡しができなかった、つまり A さんこの建物を引っ越しできなくて、まだ B さんに引き渡しができない、そういった状況で天災に見舞われて大地震が起きて建物がなくなっちゃったといった場合、この場合天災が原因だとしても履行地帯になってますよね。期日になっても建物を引き渡さなかった A さんが悪いんですよ。債務者が悪いわけですよね。つまりこの場合は債務者の責任になりますよと、まあ、言い換えると損害賠償責任を負わなければいけませんよってことですね。債務者である売り主 A は損害賠償責任を負わなければいけませんよっていう内容です。で、もう一つ、債権者の受領地帯中に当事者双方の責めに帰すべき事由で履行不能となった場合、つまり当事者双方の責任でない理由によって履行不能になった場合、これは債権者の受領地帯中です。これ例えばどういうことかっていうと、1ヶ月後に引き渡すって言ってましたよね。 A さんは1ヶ月後に引き渡しができる状況だったんですけども、 B さん1ヶ月後に引き渡しがあることを忘れていて旅行行っちゃってたと、
で、旅行行っちゃってる間にこの建物が例えばこの天災大地震によってなくなっちゃったといった場合、この場合売り主 A さんは1ヶ月後に引き渡しできる状況だったにもかかわらず、 B さんが旅行に行ったことが原因で引き渡せなかったわけですよね。この場合は債権者である B さんの責任になります。なぜ債権者 B さんなのかというと、引き渡しを受ける権利があるのは B さんですよね。だから債権者は B さんということになります。なのでこの場合は債権者の責任ですよってことですね。じゃあ債権者の責任ってことはどういうことかというと、これは B さんはこの建物の代金を A さんに支払わなければいけませんよってことです。つまりもう建物がないわけなんですけれども、 B さんが引き渡しを受けることができなかったことが原因なんだから、 B さんは建物の引き渡し受けることができなくても代金は A さんに払わなければいけませんよと、まあ、言った内容です。で、今回の履行不能の内容、まあ、大きく分けると 1,2,3 ですね、3つあったんですけども、これ全て重要なんで、ぜひですね、頭に入れておきましょう。またこの責めに帰すべき事由ですね、この言葉分かりづらいんですけども、こういった言葉出てきたら、これ責任でとか落ち度でとか過失によってとか置き換えていただけると分かりやすくなりますんで、ぜひ言葉置き換えて読んでいただければと思います。そして個別指導ではこのように分かりやすくですね、できるだけ分かりやすく解説しております。分かりやすく置き換えるとすごく理解しやすくなると思うんですよね。これも理解学習の一つなんで、こういった理解学習実践していきたいという方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認いただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。